イエーイ、30全部集まりました。よっしゃー、これはね、こうね、よしよしよし、集まったよ。じゃこれでね、一気に全部納品してこようと思います。そしたら、1日、まあそのショップが全部休店になって、まあリニューアルオープンという形になるので、というのは、一回納品しよう。納品提供します。全部です。はい、どうぞ。よいしょ。はい。サーキュレーター、デニムジャケットと骸骨マイク。何？うん。お店の場所ね。例えばそうだった。そういうのを決める権利をいただけるんでしたね。どこにしよっかなー。まあ、一回外出ます。デニムジャケット。ちょっと一回飾るか。デニムジャケット。はぁはぁ。で、あとなんだっけ、骸骨マイクとサーキュレーター。サーキュレーターって何？扇風機ね。うるさい。で、骸骨、まあ、マイクね、あったら結構買っちゃうたちだから、まあ、マイクはありがたいくもらとして、店どこに構えるかだなぁ。いい上直して、ここ横に置くのもありだなぁ。あー、でも待って、売店みたいな感じで、ここら辺に置きたい気もする。ちょっと一回木の実食べて木伐採とか掘り返していきます。で、どっか別の場所に植え直そう。ここら辺に置こう。まあ、後で木ずらすんならずらすで、それでもいいし。よし、ここにしましょう。ちょっと、石ギリギリだけど。まあ大丈夫だ。うん、これに決めちゃえ。よし。あさってに出来上がる予定ですね、一応。暮らしが便利になる予感。よし。できた、できた。いやー、進んだなー、結構。がっつりやったもんね。がっつりやったな。やってよ。あ、明日には回転できるな。でも今日、じゃあ何？工事してくれるってこと？今日工事してくれるのか。あ、買い取ってもらうか、ついでに。これ待っていらんわ。工事もいらんよね。頼もうかな。はい、どうぞ。うん、結構お金持ち。で、ちょっと商品見して。今日のラインナップはキャンドルとビニールチェア。まあ、今回は、あれだなぁ。どうしよっかなぁ。チューリップか。あ、バラ欲しい。うん。バラ買おうかな。うん。あとは、そうだね。ユリがいいとして、チューリップも買うか。うん。花集めといて。風船も買おう。風船で位置を測るようにしたから、ちょっと風船多めに買っておくか。どうかな。ここかな。まずここに一回風船を、1。で、ここは1、2、2。ここに置こう。で、ここが3マス目になるでしょ？ 3、なるかな。3かな。で、4、5、どうかな。あ、でもどうなんだろう。避け方をするってことは、
愛知か。うん、掘れないね。ここ一度。あ、やべ、間違えちゃった。まあ、いずれここら辺にはね、アーチをかけたいなと思っているので、よいしょ、ね。通りにくいにも程があるので、あまりにも。ちょっと避けるかも、ちょっと。これで、通りやすくなった。で、こうやって、案内所に行くと。こういうルートを確保、していこうと思います、今後。というわけで、まあ、雨の中なんだけど、あ、そうだ、犬の家に入るから、犬の家ってもう、一向に名前が覚えらんないんだけどさ、なんだっけ。チャプリンじゃなくて、なんだっけ。チャンプだ、チャンプ。まあまあ、まあ、チャプリンじゃないと思うんやろ。ジャンプ。よっ。どんな曲？よく来てくれたな。前送りしてけよ、モグ。おしゃべり。うん。そうね、手の中の方が、ジョギング？もう、鍛える、観光と、天候とさ、環境が合ってないよ。まったく。やめた方がいいよ。バイバイ。なんだろう、ブルドッグみたいな顔してるけど、なんなんだろうね、品種的には。そんなこと言うたらジェシカなんかもうわけわかんないけどね、鹿なのにピンクでもう、どういうことっていう感じだけど。あ、ちょっとせっかくだから話しとくか。うん。うん。私の、検査の件、幸せ目から場所の決定とないから何もお世話になりました。ラブ二条島の、皆さんに愛されるお店を目指して頑張ろうと期待していてくださいね。ありがとう。ジェシカあまた字しかいなくなったわ。そら三角コンしまわせた。字しか。よっ、当たったね。おめらく散歩するの好きなんかお前、あんたもな。そういや、自分のいいところどこのエンブレ、自分何十匹も使って返してくれ。恐怖そう、母ちゃん。返してくださいって、えらい行走で怒られたな、なんしか。おーら、えらい、こっちで。私も、私だったら発狂するわ、もう。やめてーっつって。家に来い、もう家に入ってこないで、それ捨てるまでって。あ、なんもないわ、ごめん。嘘嘘。ごめんね。たぬきちにもなんか言わないですか。うん、何すればいい？そうだのもんね。うん。あら、逆に島作りのアドバイス受けてくれたもん。あ、座れるわ。で、今日は、これで、今日これでお別れしたいと思います。何これ？謎な光景だけど。今日はこれで、失礼させていただきたいと思います。明日ね、日が変わるまでに、まあ、街の、なんだろう、木を切ったりとか、埋め直したり、雑草取ったり、魚取ったり、なんだりして過ごして、翌日を迎えたいと思います。タイムトラベルはね、まあ、使うときは使う、使わないときは別に、まあ、不要であれば使わないでええやろという。形で、やっていこうと思います。それじゃあ、また次回もよろしく。バイバーイ。腹をかくな。よし。集まれ、動物の森。あ、天気いいな。素晴らしい。はい。おはようございます。もう、島の名前見るために笑うのやめたいな、本当に。はい。ねえ。でしょ。ちょっぱいすぎるでしょ。資材足りる？大丈夫？持ってこようか、資材。大丈夫？足りる？おいまでうまっ！はい。録音してるだろ。うん。めっちゃうまかったな。声真似。そんな声真似うまいことある？ね、豆粒がね、豆粒がついに独立したよ。もうこれからは24時間、
もう不眠不休で、お仕事しなくなったからね。うん。朝8時から夜10時までも結構ブラックだけどな。ブラックなのか？わからん。いや、ブラックでしょ。いや、早めに帰らせてあげたい。帰らせてあげたいけど、ちょっと、ちょっと頑張ってくれ。あいつも。あ、そうだ。どこだ ?2 回セレモニーがあんのか、今日。あ、ちょっと。え、なんて放送中です。よくある。うちも配信中に親が、わーわー言ったりとか、クソでかくしゃみしたりとか、犬が、バカほど騒ぎ出したりとか、鳥がギャースか泣き出したりとか、もういろいろだからね、うち動物園だわ。ある意味、うちも、じゃあ、何？無人島ってこと？そうだね、か。いや、それ詳しくお話しようっていうのは、それ、終わってからにしろよ。お互い縛らんね。はい、中古ってやっていきたいと思います。お、ちょ、ジェシカ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 。あ、へいい朝だね、ナンシカ。いやー、気持ちのいい日だね。やっても行きそうだよ、ナンシカ。ほんと？ま？それ、すごい。ちょ、もう一回話そう。お話しよう。え？みたいな、何を？何？ちょ、ちょ、あはははは。かわいいな。かわいいな、ちょっと。ジェーシカ、呼んでみただけ。かわいくなってきたな。ちょっとね、お家にですね、物が増えまして、まあ、昨日飾った MVP シャツとかいろいろあるんだけど、前回ら辺の時に、骸骨マイクもろて、で、その後配信じゃない、これ配信じゃなかった。収録外で作業してたら、上から、プレゼント落ちてきて、キャンドルが入ってました。何？何、どういうことなんそれ。で、家の中で作業台がないのが不便なんで仕方なくちょっと、切り株をちょっとここに、置かせていただいております。早めになんか、いい感じの作業台欲しいよね。で、机の上に物を直置きするのが嫌だったんで、とりあえず、テーブル、何？木製の姿見のあれと、お花パーするやつを、机の上に置きました。机作ってね。ドレッサー？なんだっけ？テーブルミラー。ドレッサーはあれだわ。服変えるやつや。こうやって、まあいろいろ変えることはできないけど、そんなに言うてまだ種類ないので、まあまあ全然今とここれでいいんちゃいますかと。いうことって、で、マイルも結構、お金バカほどあるんだよ、今。あなた、カバンいっぱいに、海の人たち詰め込んで、売ってきました。いい金になるで。で、今日は、ショッピング、もくもく、ガッポガポの、買い取りに海の酒。で、マイル、ちょっといくつかもらいましょう。海の幸博士への歩み。お、10分の15。新鮮な具材。うん。食べるのかな。手作り家具で黒潮とかに、ね、これ、DIY してね、いろいろ置いたんでね、ハンドメイドのためです。よしよしよし。で、エンジンガーデニング。お花を植えときました。昨日っていうか、前日に買ったお花ね。全部植えときました。と、あと、収納か。収納結構増えたね。うん。この時点で50はちょっとあれなんじゃないか。大丈夫か、これ。で、てった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 の歌った。で、狙いバルーンハンター。B を押す癖。ルフワ系のパチンカ。パチンカの、正午でみんな遊んでそうだよね。あ、そうそう、ホタテー、そう、忘れた。これだ、これ。ラコスケに会いました、ラコスケ。収録してる時に出てきてくれよ。で、この後ホタテをね、合計3つ、手に入れたんで、1つはフータに寄贈して、もう1つはね、売っぱなして、で、ラコスケ投げてとね。そうなんだ。そうだね。で、ぷかぷか、帰っていきました。っていう感じでした。ね。こういうふうに、このロープの外で、ぷかぷかやって、貝をカンカンやって、パクパク食べてる。これなんだっけ？あ、これ、そうだね、でげえ、何？ザリガニ、ロブスター。これ超早かったんだよね。息続かなくて、一回出てきて、
で、ゆっくりゆっくり、その A ボタンでダッシュしないで、近づいていって、もう、潜る。で、これちょっとギリだったけど、捕まえました。ちょっとね、これメインの島でも捕まえたことないんでね、そういえばね、ロブスター、多分。多分だけど。記念に撮ってました。これなんだっけ？これ何？いや、覚えてないのかいっていうね。自分覚えてないのかいっていう話だけど、覚えてないっす。え、何マジで？あ、ロブスター、ロブスター見せびらかしただっけ？これ。なんだっけ？あー、壁掛けのキャンドルをもろて、で、ロブスターとイソギンチャク、取ったから、やって、あ、そうそう、で、なんか、そうそう、これ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 、ちょ、もう一回。違う。これ再生の、あ、私邪魔。くるんってこれ、すごくないこれ。これすごいよ。よいしょ、ちょっと私戻ってきて。いやー、運動神経すごいよ。これ。うい。っていうのをね、ちょっと撮ったんで、マジで6秒しかないやんけ。優しい動画です。どうも。で、こんなもんかな。ということで3000マイル溜まりましたね。もう一回ちょっと離島行こうかな。あ、でもなんか、これ、入ったらさ、案内所入ったらなんかイベント起こりそうだね。その前に、届いた物を確認しよっか。物を。ゆめみ、今はいいや。ウリ、あ、ウリね。ちょ、株なぁ。株ね、ちょっと怖いから手出してなかったんだよね、今までね。株もやってみるかぁ。で、土管はね、どこで使うかっていうと、まず、初手ね、家のところから、よいしょ、この辺に置いて、で、もうそこで、違う、どこにも通じてない。どこにも通じてないよ。ただいま。よいしょ。すぐにね、向こう側に渡らずに、フータの、博物館に行けるようにしたかったの。あ、で、いらなかったんで、この辺、まとめておいてます。で、今いるから持ってるね。で、この斧は木伐採できるやつです。伐採できる斧で、ちょっと、オープニングっていうか、さ、だいたいこっから始まるじゃん。で、その時にさ、木があったら邪魔だなと思ったんで、切り倒しておきました。よいしょ。あ、そうだ、化石も起動しなきゃいけないけど、家の中から化石持ってこなきゃ。持ってきまーす。